チェコの民族衣装とはチェコで、祭礼や民族舞踊の際に身につけられる、地域独自の特色を残した衣服である。男性も女性も細やかな刺繍とレースの国と名高い、チェコだけに多くの白レースを身につけることに特徴があり、男性のつば広の帽子と女性のバルーンスリーブのブラウスが特徴的で華やかなことに定評がある。衣装のタイプは西部と東部に大別される。 ボヘミア・モラビアを中心とする西部の男性は、白いシャツベストジャケット、膝丈で、細身のズボン、膝丈の靴下、ブーツが基本の構成である。頭部では、白いシャツベストジャケット、ゆったりした長ズボン、靴下、ブーツが基本の構成となり、ズボンの前開きはボタンで止めてあり手前に開いて、雇用ができるようになっている。これに、つばび色の帽子か、 東風の丸い帽子、毛皮の街灯などが加わる。西部、東部を問わず、女性は、アンダーシャツペチコート白いブラウスベストブーツか、ストラップシューズが、基本の構成である。さらに、飾り襟、胸元に垂らす刺繍を施した、リボンエプロンベールや、帽子や、フードやスカーフなど様々な被り物が身につけられる。プラハ地方の民族衣装をまとった男女ボヘミアは、 プラハを中心に最も早く日常儀としての民族衣装が捨てれた地域だが、やや都会から離れた一部地域にはその特色が残った。チェコでも古いスタイルが残っている。ボヘミアの中でも裕福な地方であり、都会の流行がよく取り入れられている。早くに日常儀としての民族衣装が捨てれた上、南部より、 都会の影響が強く、上野に地域に比べて特に目立った特徴はない。祭り礼服に大きく、袖を膨らませたシルクのブラウスやビロードのスカートを持ち、コルセットタイプのボディスや帽子に、菌糸で刺繍をするなど豪成な見た目が特徴といえる。モラビアスロバキアの民族衣装で伝統のダンスを踊る男女モラビアには特色ある民族衣装が数多く残され、 一つの村だけで年齢や身分や行事によって29ものスタイルを使い分けることさえある。特に民族衣装が有名で特徴的な衣装を要する地域は下記の通り。チェコでも華やかな民族衣装で有名な地域の一つである。ありがとうございます。